それでは部門が登場いたします。登場いたしましたら一番大きい拍手でお出迎えをお願いいたします。それでは参ります。部門の登場です。部門もっともっとね、もっともっと大きな拍手でお願いします。はい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 、おーいお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 ライズ熊本隊隊長の熊本です。どうぞよろしくお願いします。力がみなぎってね。そうそう、今日がですね、12月30日今日がね、ステージの最後の日でございますよ。もう熊本ね、早いですよね、12月過ぎるのね。はいはいはい。じゃあ早速だけど、皆さんにね、ちょっと質問からしていこうかなって思います。大丈夫ですか？そう、僕で聞いてみましょうか。はいはい。今日熊本に初めて会ったよってお友達どれぐらいいらっしゃいますか？はーい、お手を挙げてくださいね。はーい、もう結構いらっしゃるよ。お友達の方もね、ありがとうございます。フォローしてね、ちょっと本当かなっていう方がいらっしゃいますけどね。じゃあ熊本のこと見てどう思ったかもちょっと聞いてみようか。ドキドキするね、ちょっとね。くまモンね、こう見えても元気な男の子ですので、ちょっとね、かっこいいとか聞いてみませんか、くまモン。 OK、 聞いてみましょう。じゃあくまモンのこと見てかっこいいと思ったら拍手、拍手。まあ決めてますね、もっともっとちょうだいと、もっともっともっと、まあ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 、朝が言わせたよ、くまモンね。まあ、じゃあくまモン、もう一個ぐらい聞いてみようか。熊本的に今日何が聞いてみたい？もう聞いてみたい、いっぱいありますよね。おう、かわいい？違う？かわいい、かわいいで OK、 わかりました。かわいいも聞いていきましょう。じゃあ熊本のこと見てかわいいと思った方、拍手！照れてますね、すごい照れてますね。ちっちゃくガッツポーズしてよかったね、くまモンね。さあね、こんなね、ポニョポニョしたね、お腹がチャンポイントの、もう事実ですよね。皆さんね、前列の方よく見えてると思うんですけれどもね、このポニョポニョしたね、お腹が愛らしいということかもしれない。違う？おー、さあスリムになりました、くまモンさん。もうフォルムがだいぶ変わりましたね。はいはい、皆さん、僕細いでしょって、細いって聞きたい、わかりました。クマホンのこと見て、おっ、スリムだと思った方、拍手、パチパチ。正直な方が多いみたいね、クマホンね。拗ねちゃいましたね、クマホン。大丈夫大丈夫、ほらクマホン、ほらクマホンの得意なダンスでね、ちょっとシェイプアップしたらちょうどいいんじゃないかなって思うんだけど、皆さんとも盛り上がれるし、どう？明暗じゃない？そうだ、よかったですね。じゃあくまモン、今日まず何を踊っていきましょうか。うーん、いっぱいあるよね。あ、まだ悩む、はいはい、まあ、悩んで悩んで、あ、まだ悩む、
てますね。はい、決まりました。どうぞ。強かね、力がね、まあ、くまモンスクエアのテーマがね、踊ろうかなって思った。あ、よかですね、わかりました。くまモンスクエアのテーマ、ここでしか聴けない曲になっております。知ってるよってお友達どれぐらいいらっしゃいますか？はーい、ありがとうございます。そうそう、くまモンスクエアですね、皆さんと一緒に楽しめるところがあるので、そうそう、そこをね、一度練習していけたらと思います。くまモンスクエアのサビのキラキラっていう振り付けがあるんですけれども、その後に2回おでしゃを叩くところがあるので、そこはバンってね、くまモンのお手本と一緒に皆さん1回練習してもらってもよかですか？じゃあお手手の準備はしてもらってもいいですか？はい、お手手出して、はいよ。さあ、いきますよ、せーの。くまモンスクエア、パンパン。お、かかんだった、くまモン。お、よかった、わかりました。皆さんバッチリでした。はい、皆さん、もう上手だった。はいはいはい。スタッフのね、スタッフの皆さんもパンパンがちょっと聞こえんかったってね、もうよーく見てますね、熊本さんね。そんな怒らんでよかったよ。ちょっと作業場しようなはずのよ、熊本。もう一回行ってみようかね、もう一回練習してみましょう。本当だよね。プンプンしないよ、クマモン。よーし、してない、してない。いきましょうか。じゃあ皆さんもね、ちゃんと見てますのでね、いきますよ、せーの。クマモンスクエア、パンパン。オッケーじゃない、クマモン。あ、ちょっと、はいはいはい。すごいね。ぜひね、盛り上げてください。もうよう見とるね、今日ね、皆さんも盛り上がりたいんだね、くまモン。わかりました。じゃあ早速行ってみましょうか。はい、じゃあ私がですね、皆さん準備よかですかと聞くので、準備よかったらぜひ拍手や足踏みで盛り上げてくださいね。皆さん準備はよかですか？ OK。 じゃあくまモン、準備はよかですか？ OK。 行きたいと思います。くまモンスクエアのテーマ、ミュージックスタート。あれあれあれ、ちょっと待って、おいおい、トラブルがね、ちょっとね、スタッフさん、くまモンさん、一回ね、よーくまモン、テーマですからね。もうちょっとしたトラブルもありましたけどね、トラブルを収めてね、行きましょうか。クモスケのテーマだね。OK、わかりました。じゃあ気を取り直して、もう一回行きましょうか。クモスケのテーマ、ミュージックスタート。テリオンです。カモンカモンカモン、せーの。Thank you.
正月太りとかね、ちょっと気になってきますよね。あなた特に要注意ですよ、くまモンさん。そうそうそう、なんのことじゃないよ。まあね、さっき冒頭にもお伝えした通りね、くまモンポニョポニョのお腹をしてますからね、さっさ食べ過ぎたらちょっといかんぽなるかなと思ったんですけど、そうそう、くまモンお正月太りをね解消するような熊本のいいスポット、ちょっと中ですか、 ある、はいはいはい、何でしょうか、今再現してるの、うん、じゃあもう一回してもらってもいいですか、熊本、これ、はい、ちょっと分かった方いらっしゃいますでしょうか、まだちょっと皆さんピンときてないみたいですけど、おー熊本怒らんでよかった。くまもちゃん、他のヒント中ですか？お、車に乗ってるのかな？運転してますね。お、眺めが良くて、お、運転して、お、降りましたね。お、寒いね。お、どうやら室外みたいですね。おお、皆さんもちょっと分かってきたんじゃないですかね。おお。熊も今多分山登りをねしてますね。厳しい険しい道ですね。一歩一歩ね歩みを進めていますけど、くまモンさん、1212、お、簡単な道ではなかった。お、着いたかな、あ、休憩かな、着いた、わかりました。お、山頂の眺めどうなんですか、くまモンさん。おお、最高、お、いいですね、くまモンさん。そうそう、登山もね、くまモン紹介しましたね。熊本の山といえば皆さん阿蘇で一番思い浮かべるんじゃないでしょうか。阿蘇いいよね、くまモンね、阿蘇ね、阿蘇ね、お、あ、でも吹いて、そうそうそう、おろ、なんか脱ぎましたね。あ、頭なんよ、服で後でね、はい、ガラ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 。お、皆さんこれはちょっと分かってきたんじゃないですかね。うん、はいはいはい、ゆっくり入るタイプで、うん、おー寒いね、ブル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 、ゆっくりね、ゆっくり入る、お、ゆっくり入って、あふう、気持ちよかですね、くまモンね、温泉に入ってるんですね、くまモン、阿蘇の登山から温泉、最高のね、いい流れだね、くまモンね、露天風呂に入ってるのかな、眺めを見てますね、心もね、体もリフレッシュ、もうできてますね、くまモン。そうそう、阿蘇だけじゃなくてね、意外と天草も、そうそう、登山スポットを多く紹介してるんですよ。そうそう、阿蘇の雄大な自然、そして天草の山と海のコラボレーションね、皆さんぜひこの冬、正月太り解消にね、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。ありがとうございます。今日もね、いいところ一つ紹介できてよかったですね。はいはい、じゃあくまもちょっとお姉さんもあんまり言いたくないんだけど、ステージの時間が残りわずかになってます、くまもさん。あ、私のせい、私が喋りすぎたせいだって、だから時間を取ったって、まあ、わかる、ごめん、それもちょっとあるかもしれんね。うん、じゃあ最後はくまもんのね、またダンスを披露して、かっこいい姿をね、皆さんに見ていただこうかなって思う。あ、お姉さん噛んだね、今ね、ちょっと噛んだことはですね、お姉さん、アウトさあ、お尻をね、バッと叩かれましたけども、気分は完全に年末ですね、くまモンさんね。そうそう、最後、ダンスをね、披露していきたいというお話なんですよ、くまモンさん。最後、じゃあ何を披露していきましょうか。持ち曲がね、いっぱいあるからね、悩むよね。はいはい、皆さんに、あ、聞きたい、わかりました。じゃあ何個か候補は出してみますか。
じゃあ1個目の候補何でしょうか。はいはい、まだ悩むことはですね、はいはい、あ、くる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 くまもんタッチ、くじくじのくまもんタッチですね。はいはい、くまもんタッチ知ってるよってお友達どれぐらいいらっしゃいますか。ありがとうございます。くまもんタッチですね、くまもんと一緒に体の部分にタッチして遊ぶ寺遊び歌になってますね。そうそう、いろんなところにタッチするかわいいくまもんが見れる曲になってますね。そうそう、じゃあくまもん2曲目何にしますか。あ、3、あ、わかった。いろんな音でくまもんを呼ぶハッピーくまもんですか。ハッピーくまもん知ってるよってお友達、はーい、もう大体後ろですね、もう大体後ろのお友達がねそう、ハッピーくまもんはですね、そう、本当はですね、皆さんにくまもんと呼んでほしいところがあるんですけれども、今コロナで声が出せない状況ですので、パンパンパンと3回手拍子をしてくまもんの名前を呼ぶですね、盛り上がる曲になってます。そうそう、モンモンのところがあるのでね、そう、大きな音でくまもん、ちっちゃな音でくまもん、元気な音でくまもん、そうそう、こういう風にですね、盛り上がる曲になってます。じゃあくまもん3つ目何にしましょうか。知らないです、そのリズムはちょっと知らないですねなんだっけこれあー、わかったビリーズブートキャンプ。嘘でしょくまもんちっちゃい友達なのことでそらすけどね。そうそう、大体で約ね10年ぐらい前ですかね、アメリカのですね軍隊の方が作った非常に痩せれるという噂のねビリーズブートキャンプ。そうそう、シェイプアップの話したからねくまもん意識してるんだね。もう分かりました。でもほらくまもんの持ち曲にしようか、せっかくならね。もう OK 持ち帰ってからねビリーズブートキャンプはしてもらってもいかがですか。はい、じゃあそうだ、エクササイズということでどうしようかな。スタッフさんがね、うん、もうショーのハッターさん、こういうメソッドと言いたいところだけれども、今日は年末の、まあ、最後の日ということでダイナミックなくまモンの動きが見れるくまモンうまかもんなんてどうでしょうか。くまモンさんさあ、ご覧の通りですね、この態度見てもらえればわかるんですけれども、くまモンうまかもん、ここだけの話ですね、動きがちょっと大きくてくまモンにとってはちょっとハードめな曲になってます。そうそうそう、絶対ね、拍手バスなんでね、絶対ね、もう見てるからねってね、絶対ねしたらダメだよって言ってますね特にね、うん、だいぶ指名されてますね。そう、じゃあ皆さんの拍手の大きさで決めていきますか。くまもん、わかりました。さあ、1番がくまもんタッチ、手遊びの歌ですね。2個目がハッピーくまもん、拍手でくまもんの名前を呼ぶ盛り上がる曲ですね。3つ目がくまもんうまかもんです。さあ皆さん、心の中は決まりましたでしょうか。よし、じゃあそれでは聞いていきたいと思います。じゃあ今日一度くまもんタッチが見たいなと思った方、拍手すごいね、一人も聞こえましたね、パチンとパ文字も聞こえかった。くまもん、もう聞こえかったけど、あ、わかった、くまもん、わかった、ハッピーくまもんで、そう、くまもん名前を呼びたいって人が多いかもしれんね。よーし、じゃあ聞いていきましょう。ハッピーくまもんみたいなと思った方、拍手。おーおーおー、はいはいはい、この音もうね、答え出てきてますね、くまもんね抜け殻にならないよ、くまもん、まだあと1個あるからね。よし、最後聞いていきましょう。くまもんうまかもんみたいなと思った友達、拍手。
声をかけるね。大丈夫大丈夫。よし、じゃあ張り切っていこうか。レールストレッチ場所取ってくださいね。よし、じゃあ皆さん準備は良かですか？オッケー。それでは聞いていきたいと思います。くまもんさん、準備良かですか？ダメダメだった。もうやるしかないだよ。くまもんでもできるしこでよかけんね。オッケー、皆さんと盛り上がれれば大丈夫です。よし、行きます。それでは行きたいと思います。くまもん、うまかもん、ミュージックスタート。
あなたはね、主人公だからね、このステージのね、お顔隠さないようにしてください。はい、じゃあ撮っていきますよ。こっちから撮りますね。はい、よし、じゃあ行きます。皆さん準備よかですか？せーの、はい、ポーズ、いい写真。はい、ありがとうございます。皆さんね、ぜひね、良いお年をね、お過ごしくださいませ。そうそう、今日紹介した阿蘇のね、登山もね、ぜひ行ってほしかですね。はい、じゃあ最後、悲しいけどかっこよくご挨拶して終わりにしたいと思います。よし、以上、くまもとサプライズくまもん隊隊長のくまもんでした。ありがとうございました。バイバーイ。視聴の方まで手を挙げてください。バイバーイ。また来てないよ。ありがとうございました。バイバーイ。ではお花に向かってきます。